ラグランは、イギリス海軍の艦艇。アバークロン B 級モニターの一席。1914年12月1日寄港。1915年4月29日浸水。同年6月24日収益。艦名は、最初ロバート・イリーであったが、1915年5月31日に M3 となり、同年6月19日にロードラグランとなった後、23日に、 ラグランとなった。収益後、アバークロンビー級モニターは4隻とも、ガリポリの戦いに投入された。ラグランは1915年6月28日に、イギリスを離れ、巡洋艦ダイアナに栄光されて、ダーダネルス海峡へ向かった。ラグランは7月22日に現地に到着した。ガリポリの戦いが終わると、アバークロンビー級4隻のうち2隻がイギリスに、 戻ったが、ラグランとアバークロンビーは地中海に残った。1918年1月20日、ラグランはモニター M28 と共にインブロス島北東部のクスワンに停泊していた。この日、トルコの巡洋戦艦、ヤウズスルタンセリムと巡洋艦ミディリがダーダネルス海峡から出撃してきた。2隻は発見されることなくクスワンに接近し、 インブロス島北東部で紹介中であった駆逐艦リザードが2隻を発見した。トルコ艦隊はリザードを追い払った後2隻のモニターに対して攻撃を開始し、ミディッリの第4聖者でラグランに命中弾が出た。この後さらにミディッリから機関室などに命中弾を受け、それからヤウズスルタンセリムの 280mm 砲弾が命中した。これにより手法が 使用不能となり、艦の放棄が命じられた。攻撃はこの後も続き、ラグランは爆発を起こして着底した。ラグランの戦死者は127人で生存者は93人であった。また、この戦闘では M28 も撃沈された。ありがとうございます。